源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ、宇治十条、宿り木、宿り木は、源氏物語54条の巻名の一つ。第49条、第3部の一部、宇治十条の、第5条にあたる。巻名は、薫と弁の二が読み返した和歌、宿り木と思い入れずは、木の元の旅根もいかに寂しからまし、荒れはずる、朽木の元を宿り木と思いを聞けるほどの悲しさにちなむ。この 宿り木は、蔦の異名と、宿り木の掛け言葉。源氏物語へ巻き宿り木、琵琶を奏でるに大宮と耳を傾ける中の君二十五歳の春から二十六歳の夏にかけての話。今の帝は、模擬の式を控えていたが直前に、母女を亡くし、後見人もいない女、二宮を託したい胸を香るに告げるが、亡き大君を忘れかねる薫は、気が進まないながら承諾する。 彼は、女に野宮の暮らす藤坪へと婿として通うように、なるも、しぶしぶ通う様子に、周囲はどうしたのかといぶかしがる。るは帝に、宮様を私の三条の屋敷にお迎えしたいのですが、と切り出す。これを知った夕霧は、娘の六の君を二葉宮と縁組ませることにした。八月十六日が、今議の日と決まった。このことは、 二大宮に迎えられ今は軽の二乗院に住む、中の君にとって大変な衝撃だった。5月頃に解任し体調の悪い状態が続くが、経験に乏しい二大宮はそれに気づかず、中の君は心寂しい日々が続く。訪れた後見人のカオルに、宇治に帰りたいと信頼を漏らすが、いめられる。気の進まぬまま夕霧の婿となった。 二王宮だが、六の君の美しさの虜になり、中の君には、次第に、よがれが多くなる。こんなときには何かと、相談相手になり、慰めてくれるのはかるだったが、その同情は、次第に、中の君へのぼじに変わっていった。ついにある夜る、るは思いを打ち明けて近づくが、解任の身の中の君が愛おしくなり、自生した。規定した二王宮は、 中の君に薫の移り画が,がするのを怪しみ、中の君を問い詰めようとする。中の君は薫の気持ちをそらそうとして、亡き大君に似た、イボ妹の浮船がいることを薫に教えた。二王宮は、次第に中の君の元にいることが多くなった。翌年2月、中の君は、無事男児を出産。薫は、県大納言県右議大将に昇進し女にのと、結婚した。 女二宮は三条宮で暮らすようになる。4月下旬、宇治を訪ねたカオルは、偶然、初瀬茂での帰路に、宇治の屋敷に立ち寄った浮船一行と出会い、垣間見みた浮船が亡き大きに似ていることに驚き、弁のにに仲立ちを願い出た。ありがとうございます。